釣りとは釣り針、釣り糸などの道具で魚を釣るようにして採捕する行為、方法のことである。魚釣りとも、現代では道具としては釣り針、釣り糸、釣り竿などを使い、釣り針に餌や疑似餌をつけて行うことが一般的である。釣りを行う場所によって海釣りと川釣りに対別される。一つは、 釣りを行う場所で分類する方法があり、海釣りと川釣りに大別される。海釣りは、磯釣り、船釣りなどに、海分類することができる。川釣りは、軽流地の釣り、低地の釣りなどに分類することができる。なお、対象魚によっても分類されている。英語のフィッシングは、魚介類を取ること全般を差し得るが、その中で制御としての量、産業、商業としてのフィッシング、 つまり、漁業従事者によるフィッシングをコマーシャルフィッシングという。また漁業は、英語圏では、フィッシャーと総称される。それとは、対照的に漁師以外の一般人によって行われる漁は、一般に財を得ることを目的とするものではなく、娯楽、趣味、あるいは、スポーツとして理解されている。こういった娯楽性の釣りを遊魚と言い,い、英語圏では、レクリーシャネルフィッシングや、 スポーツフィッシングと呼ばれている。キャスティングのような釣りの技能を競うスポーツも派生している。漁業漁業は漁法によって、網漁業、釣り漁業、雑漁業の3種に分けられる。釣り漁業には手釣り、竿釣り、機械釣り、栄縄釣り、立縄釣り、生え縄がある。なお、針に引っ掛けて漁獲するから釣りは、釣り漁業ではなく雑漁業に分類される。 遊魚大対時代の竹で組んだ釣り祭りは、フィールドや対象魚によって分類されている。近年、釣りの大衆化は著しくなっているので、そもそも釣りとは何か、という基本的な問いかけが誰からもまともに行われないまま、いつの間にか人類の遊びの代表格の一つにもなってしまった感すらある。なお、人類の文化と遊戯の関係を研究した。 ヨハンホイジンガのホモルーデンスやロジェカイオワの遊びと人間などの名著にすら、なぜか魚釣りは取り上げられていない。その理由はおそらく釣りは単に魚取りの一種と考えられていたからかもしれず、つまり網打ちなど釣り以外の漁獲法と大雑把に一くくりにされてしまって単に生活の糧を得る方法の一種という固定観念があまりに強かったからかもしれない。 確かに釣りというのは歴史を遡れば食料を得るために行われていたわけだが、その釣りが次第に遊びの要素を告し、今日の日本のように釣り人口2000万人と言われるまで膨張してきた秘密は何か多分それは釣りという行為が単なる魚取り以外の大きな魅力を備えているからに違いない。釣りという行為は緊張、陶酔、解放という 一連のプロセスの繰り返しである。釣りの計画、準備、出船、当時といった全段階で、緊張が高まっていく。その次に、漁針、合わせ、釣り上げ、という一連の漁獲段階で、闘水が釣り人に起きる。そして、やがて訪れる充足感覚、満足感によって、釣り人の精神は、解放されていく。海洋輪は、遊びの重要な目的として、 イリンクスを挙げているが、それは釣りの2番目の陶酔にあたるものと考えても良い。このイリンクスや陶酔は瞬間的に近くの安定を崩しつつ、一種の心地よいパニックを起こさせ、心を軽攣させるような効果がある。男性の方が女性より釣りを好む傾向があるのは、どうやら男性ではアンドロゲンと呼ばれる男性ホルモンの分泌や、 アドレナリンという副人皮質ホルモンの分泌量が女性より多いからのようであり、それらはどちらも狩猟本能や攻撃本能を増加させるからのようである。食用になる魚を対象魚とする場合もあれば、魚釣りの過程を楽しむための遊魚もあり、後者の場合にはその場で釣った魚を再放流することが行われる場合もある。骨で作られた 石器時代の釣り針釣りの起源は少なくとも約4万年前の旧石器時代まで遡ることができる。娯楽を目的とする釣りも古代、中国、古代ギリシア、古代ローマなどで古くから見られた。ヨーロッパでは中世になって遊魚が目覚ましい進展を見せた。イギリスではアンブロズ司教など釣り好きの聖職者が排出し、魚や釣りの本も相次いで出版され、 例えば1494年のイギリスでは世界で最初の釣り入門書ともされている本が出版された。これはジュリアナ・バーナーズという女性によるものである。1653年には釣りの聖書をともされ現在でも番を重ねている本が出版された。それはイギリスのアイザック・ウォルトンアイザック・ウォルトンのザ・コンリート・アングラーザ・コンプリート・アングラーによる釣りがある。 ラインとも呼ぶ。竿から仕掛けまでを道糸、釣り針を直接結ぶ部分の糸をハリスという、ロットとも呼ばれる。先端側を竿先と言い手元側を竿尻という。道糸が竿の内部を通る種類の竿を中通し竿という。糸を巻いておく道具として、リールがある釣り糸の途中に取り付け、釣り針を一定の水深に保つとともに、魚が釣り針の餌を食べていること。 魚が釣り針にかかったことを知るために用いる。また、釣り針の餌を含む仕掛けを遠投する役割を持つことがある。浮きは用途により様々な形状がある。平常時の浮きの姿勢を保つために、釣り糸の途中に重りを取り付けることがある。一般的に塩水浮きと呼ばれるが、塩水浮きは中通し浮きの中の一つの形を指す。塩水型、どんぐり型、 逆円水型など様々な形が存在する。名の通りートが浮き本体の中を通るように使う。現在の磯釣りなどの浮き深かせ釣りにおいての主流の浮きである。使い方は浮き本来の水面に浮かせて魚針を待つだけではなく浮力以上の重りをつけて浮きを巻きへと同じ速度でじわじわ沈める情報もある。中投収機の中に水中浮きというものも存在する。 名前の通り水中で使う浮き、マイナス浮力で浮かせる浮きとセットで使う場合がほとんど。上の潮は止まっているのに、下の潮は動いているとき等に用いられる。また仕掛けの重さが少し増えるため若干遠くへ飛ばしやすくなる。他に下流浮きがあり、軽流で釣るときなどに使われる。長野県南宮遺跡から浮きが出土している。これは軽石に穴を開け。 糸を通す仕組みになっている。現在、釣りの主流になっている、立ち行きは、江戸時代末期から明治時代にかけて始まったもので、それまでは寝かせ行きが使われていた。立ち行きを広めた人物の一人が初代倍女こと、菅原寅次郎で、彼は、京都で床屋と新内説の師匠のから、駒飽いとして、行きを作っていた。彼は生涯、行き作りを本職にはしなかったが、 彼の次男、菅原余一は高等小学校を卒業後職を転々とした後、父が亡くなった昭和6年に26歳で浮き職人となった。二代目うまいすけと呼ばれる彼の作品は、個性豊かな形状と研ぎ出し仕上げなど、本格的な美しい漆塗りで関西だけではなく、関東でも注目され、中には薪絵などを施した作品や糸を題材にした揃いのものなど、 芸術品とも呼べる浮きを作った。そのため、二代目うまいすけの浮きは、現在、高値で取引されることが多い。仕掛けを沈めるための道具が重りである。小さい球場の重りとして、ガンダマがある。また、割れ目がある重りとして、割り菱がある。シマノとクローブライドの売上高が大きい。また、ルアーなどの生産は、ゲイリーインターナショナルやジャッカル等が挙げられる。 侵入禁止とされている場所での釣りが問題となっている。鹿島港では立ち入り禁止とされている防波堤に釣り人が無断侵入しては高波にさらわれるなどして2013年までに通算63人が亡くなっているが現在も高さ3メートルのフェンスを破壊したり乗り越えたりして侵入を繰り返す釣り人が絶えない。河川、湖障など淡水魚の生息する地域は野鳥にとって 重要な食料供給地域でもある。これらの場所に放置された釣り糸や張り付きの釣り糸などは、野鳥の生命を脅かす状況にあり、定期的にゴミとして大量に回収されている。また、疑似餌による科学的な汚染や薪絵などによる水質汚濁も懸念されている。海釣りの磯でも同様で、鳩釣りや不当でのゴミ放置も問題化している。 2018年、欧州連合は、海洋ゴミの多くに、釣り具が含まれていることに着目し、釣り具メーカーに、ゴミの収集費用を負担させる、規制案を発表。2019年を目途に、欧州議会と加盟国で議論されることとなった。人工物以外の放置物としては、釣り上げと目当ての魚ではない魚を、コンクリート状に放置していく行為が見られる。これは、 倫理的に問題のある行為であり、対処していかなければならない。オクチバス、コクチバス、ブルーギルなどの日本国内に天然では存在しない魚類が、釣り人による意図的な放流により、全国的に内水面で繁殖していると言われており、在来種、特に日本の固有種や希少種に対する影響が懸念されている。これらは、 特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律により放流を禁止されているが、同法は釣り上げたその場で再放流する対応のキャッチリリースについては規制をしていない。このため、秋田県、新潟県、滋賀県琵琶湖などでは条例で禁止している。なお、釣りの対象とされる外来種であり、在来種に影響を与える魚種でありながら、 在来種と誤解されているものとして、ニジマス、輸入種の鯉、一部の湖におけるワカサギなどがある。また、外来種ではないが、アユや鯉の放流、移動により、生態系の破壊や、輸入種の鯉と在来種の鯉の交配により、在来種への影響もあり、外来種のみの問題とは考えられなくなっている。太鼓アマ根の文王が太鼓坊を見出したとき、太鼓坊は、 以水のほとりで釣りをしていた。もっとも、太鼓坊は、文王の目に留まるために釣りをしているふりをしていただけで、実は、餌も釣り針もつけておらず、さらに水面から三寸上に離れていたという。しかしこの古事から、日本では釣り人のことを太鼓坊とも言うようになった。古事記には、山幸彦と海幸彦の話が載っている。二人は、ある日自分たちの道具を交換し、 海幸彦が山に狩りに行き、山幸彦が海に釣りに出かけることにした。ところが山幸彦は何も釣れなかったばかりか、釣り針までなくしてしまう。海幸彦は怒り、山幸彦が、博士の銃剣剣を潰して五百の釣り針を作ってあげても、許しを与えようとはしなかった。何らかの方法で誘っておびき寄せて、獲物を捕獲するという行為なので、これに似たような行為を喩で、 釣りと呼ぶことがある。また釣りを細分化したものに例えることがある。中英語のフィッシングはどんな方法であれ、ともかく魚介類を取ること全般を指す。針だけでなく、魚毛を使って魚介類を取ることも指すし、森を用いてそれをついて取ることも指す。ABCDEF、ブリタニカ国際大百科辞典、釣り、ハット ABC。 洋上風力発電等における漁業協調のあり方に関する提言。社団法人海洋産業研究会。2020年6月27日閲覧。漁業種類分類。神奈川県。2020年6月27日閲覧。ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 小学館。日本大百科全書。釣り。長魚大全は。 日本でも今でも入手可能。Amazon で長魚大全と入力すると2020年時点で平凡社版、角川選書版など4種類ほどの版が入手可能だと表示されており、そこには Amazon の Kindle 版も含まれており Kindle 利用者なら一瞬で入手できる。1653年に出版された本が今でも版を重ね普通の人々に読まれているというのは ある意味、驚異的なことである。ABCDEFGHI、海釣り用語集。題は、2013年1月11日閲覧。篠ノ井の歴史と、フード2016年、篠ノ井歴史の回20、202ページ、T 字式遣い早分かり釣り入門百科著者、土橋構造290から296ページ、安全な環境に見え、確かに磯釣りよりは、 安全なことは多いと言えるが、防波堤釣りは数日数週間に一度、不意をつくように突発的に起きる高波には要注意。全身ずぶ濡れになったり、荷物を流されたり、運が悪いと波にさらわれ、命を落とす。磯や浜など、いかにも人がいそうな場所から離れた場所に足場を組むと、魚もまさか人がいるはずはない、と油断するらしく、魚がかかりやすくなる。 と言われている。なお渓谷や渓流というものは、カヤックを趣味とする人々のフィールドでもある。同じフィールドを仲良く共有することが望まれている。渓流を釣り人だけで独占できないからといって、カヤック乗りに向かって怒鳴ったりするのは、重大なマナー違反、最低の行為である。釣り穴場、鹿島港南防波堤号を立た,たぬ侵入者茨城。 産経新聞5月29日7時55分配信、ストローなど、使い捨てプラスチック禁止イコール EU が、規制案。jiji.com。2018年6月4日閲覧。一本釣り。三聖堂、第一輪第三版。2020年2月21日閲覧。ABC 聖戦版日本国語大辞典。ABC 実用日本語辞典。釣りし。ありがとうございます。